それでは組み合わせニューロンについて解説していきたいと思います、まあ、どうハンドリングに生かしていくかっていうところですけども、まあ、まず組み合わせニューロン、まあ、関節であったり、まあ、皮膚であったり、まあ、いろんな多感覚統合っていうのを頭頂葉が行っていますので、まあ、ハンドリングの時もこのいろんな組み合わせで運動をしていくっていうのがまあポイントになっていきますじゃあ例えば小菅さんにここのペットボトルを持ってもらって1回持ってもらってそうですで 一回手元持ってきてもらっててきもらでまた置くと。でまあ通常、えー、健常者であったり、まあ、小菅さんであればここからきれいに、えー、ペットボトルの方をグリップしてますけども、まあ、脳卒中の方であればこれが代償のパターンであったり軽縮のパターンでこう肩が開いてキャッチしていくっていうのが一、まあ、つ、まあ、治療のポイントになってきたりしますね。でそういった時にじゃあどうしていくかっていうところで一、まあ、つ えやっていいかななきゃいけないのが、まあ、患者さんに普段やってるまあ代償のパターン、まあ、もちろんこれで取,れ取りに行けるっていうのも一つポジティブなんですけどもまずセラピストがやってあげるべきっていうのは、まあ、患者さんが普段やったことのないような手の位置をまあリーチの中でハンドリングで連れてってあげる、まあ、例えば肩がこう外転して内線してリーチして 行ってしまうのであればこの方向から少し肩の外線を少し誘導したところからじゃあ手をリーチしてみましょう、まあ、こういった、えー、普段は外転内線してしまう、まあ、肩のパターンっていうのを実はこうな外線させて、まあ、このあと上肢リーチのところでやりますけども外線と少しこう肩の進展っていうのがリーチの時には必要になっていきますので。 こういったところを、まあ、患者さんに、えー、ADL 場面とか手のリーチの練習であれば応用してあげるっていうのも大事になっていきます。まあ、これがいろんな関節の組み合わせを使っていくパターンのニューロンの側通になっていきます。まあ、あとは、まあ、単純にじゃあ患者さんに、まあ、ペットボトルはなしですけどもじゃ少し手を上げる練習を。そうですね。 でまあ、小菅さんの場合ここ手を上げていく時にどうしてもこう内線を伴いつつ、まあ、上げていくっていうパターンがあるので、まあ、こういう時は小菅さんが普段知らないような手の外線をしながら、まあ、患者さんも同じ通り外線しながら持ち上げるこの運動方向がまず患者さんがスムーズにできればこの方向もいいですし この方向ができれば今度は少しこれを外転させてそこでまた肩の屈曲進展を繰り返すでこれもできれば逆に今度は水平内転させてあげてここで屈曲と進展を繰り返すっていうところを繰り返してあげるだけでもいろんな水平内転からこの外転まあ水平外転ですねいろんな位置で屈曲肩の屈曲とまあまあこれは内転になりますけどもこういうのを繰り返してあげるだけでも 患者さんにとって新しい筋活動のポイントになっていきますので、まあ、肩の痛みがあるような人にもこういうファーストとかセカンドとかっていう内外線だけじゃなくていろんな位置で普段やったことないようなところで手を動かしてあげるっていうのが組み合わせニューロンですねの側通っていうところになっていきますあとは今空間上での刺激になりましたけども、まあ、あとはこう抵抗運動ですよねこ,こかか、らら少しし押ててもっと こういうのも新しい筋収縮筋防水が働くのもありますし、まあ、関節の位置感覚なんかも新しい位置で使われてくるので、まあ、筋肉も新しい刺激また位置感覚なんかっていうところも新しい感覚になってきますので、まあ、こういったのはいろんな抵抗運動もポジティブに働いてきますあとはあえてこういうペットボトルなんかで重さを用いた中でじゃあこれを振ってもらったりとか そうですね、あとはこれを遠くに伸ばしてもらったりとかこういうのも一つ重さを使った中で、まあ、肩の使う筋肉の出力も変わってきたりとかそういうのがあるのでこういう重さを変えてあげるっていうのも一つポイントになっていきますでもスピードを変えてあげたりあとはリズムをあえていろんな1212ってリーチの中のリズムを変えてあげたり ここの情報に変えたたりりとかうういうリズムだったり、まあ、方向を変えてあげるのも1つ、えー、新しい組み合わせニューロンを使っていくポイントになってきますので、まあ、まずはいろんな方向に動かすっていうところあとは抵抗運動なんかを使うっていうところあとはスピードを変えるそうしてくるだけでもかなりいろんな筋肉の収縮パターンになったり負荷になったりあとは関節の位置感覚なんかもいろんなバリエーションで 使えますのでそうすると頭頂葉でいろんな神経が働くっていうところでまあ、結果的に筋肉だったり神経を促通できるっていうところになってきます。卒業生からも大変評価をいただいているストロークラブの基礎ハンドリングコースの募集を開始しました身長脳卒中の機能回復をもとにカルキュラムを大幅にアップデートしています基礎ハンドリングコースがしっかりとした知識をベースに評価から実践までですね 理想を徹底的に学べるシステムとなっておりますまた卒業生限定の LINE グループですねこちらも活用して無料勉強会の開催など学びを継続できるサポートもあります定員に限りがありますので早めのお申し込みがおすすめです皆様とお会いできること楽しみにしてます